アサコトライさん、はい。配信緊張するから、ここら辺にティース。いいよ。緊張する。なんだ。新婚さんいらっしゃい。に、武井さんと一緒に出るために応募しようとしている貞子にどう対処しますか？どういうことだよ。新婚さんいらっしゃいに俺と出ようとしてるの？あぶね、お前ガコンじゃないよ。本当、部屋を壊すんじゃない。そうね。あれな、あ、どうしたの？みたいな。ん？ネットでなんか応募しようとしてんな。新婚さんいらっしゃいって書いてあるな。どういうこと？武井壮と武井貞子って書いてあるな。うん。婚姻関係結んだろうな、勝手に。どういうこと？提出したの？提出したの？俺との婚姻関係を示す書類を提出したの？提出した上で、テレビ局の新婚さんいらっしゃいのコーナーに俺と一緒に出ようってこと？そういうこと？なんで黙ってんの？なんで黙ってんの？サダちゃん、なんで黙ってんの？おかしくない？誘引公文書ですよ、あんなもんは。私文書か？わかんないけど。誘引公文書ですか？はい。私が押してないのに押しちゃったってこと？犯行を。私の犯行を。そしても提出して、一応婚姻関係にあるってこと？あ、そう？結婚の願望のない俺を無理やり入籍させたってこと？やんちゃだな、おい。やんちゃだな、おい。さすがだな、本当に呪いのビデオかなんか見させて、テレビから出てきて、本当に片っ端から、ってこう殺しちゃってたんだよね。なんかね、荒っぽい人だなって思ってたんだよ。最近おとなしいなと思って、俺んち来て、はい。なんか、女の子っぽくなってきたなとか思ってたけども、やっぱり荒っぽいとかあんのね、未だにね。うん。出たいの。イエスの枕みたいなの。もう持ってんじゃん。イエスの枕。この間イエスの枕でイエスにしてたじゃん。もう両方とも。イエスにしてて、もう持ってね。旅行の方？旅行の方が欲しいの？あれで？おしゃべりできないじゃん。だって貞子はさ。そうでしょ？新婚さんいらっしゃい。トーク番組だから。うん。師匠も困るよ。隣の奥さんずっと喋ってんだからさ。奥さんどうなの？つって。奥さんどうなんですかって問いかけたとしても俺しか喋んねえんだからさ、困っちゃうでしょ、番組してるしないでしょ。山瀬ばみさんも困るでしょ、それじゃあ。ね。だからせめてさ、あんまりトークしないやつだったら一緒に出ていいんじゃない？新婚さんいらっしゃい、やめましょうや、番組迷惑かかっちゃうから。サスケにしましょう、サスケ。ね、サスケに一緒に出ればいいんじゃない？サスケだったら貞子さんのほら、その、奇怪なその身体能力もやっぱり役立つんですか、こういう感じで。カクッつって、なんかあの、こういうやつもこうなんかクリアしてるじゃないか、ゴロンゴロンみたいなやつもね。ファイナルステージもこのまんまこうやってなんか引っ掛けて、はい、あのこういうのをこうやってクリアできそうじゃないですかね。そこ期待してますよ。はい、それでいい？とりあえず一旦あの婚姻届あの取り下げるか、一旦離婚届出してもらっていい？結婚しちゃってるから今のところ、うん、それ困るんで、はい、無断なんで法的にちょっと措置を取らなきゃいけなくなる。そこだけ何とかしてもらっていい？わかった？はい、わかりました。ありがとうございます。こういう感じじゃないですかね。長えわ。疲れたわ、本当に。この一人芝居長えわ。さあ、人の見てる前でやんの？しんどいわ。いや、そうですね。勝ちたかったら登録しとけ。